はい、つみこたろでございます。ですね、今日は腕立て伏せ実験最終日ということで、はい。で、ですね、体のなんていうパーツをですね測るために100円屋さんでこんなんを買ってきました。メジャーですね、はい。で、車の中で測って、それから腕立て伏せの最終回をしようかなと思います。まず首回りってなんぼなんだろう。今こんぐらい、首周りがね、44センチ。うん。なんか太いのか細いのかわかんないけどね。で、あと腕周り。よいしょ。で、よいしょ。これがですね、38センチ。力こぶ作った状態で。で、左の腕はどうなの？じゃあ、利き手とね、違うかもしんないじゃんね。よいしょ。これも力こぶを作った状態で。お、やっぱ違うのか。よいしょ。なんとも情けない絵面になってごめんね。よいしょ。こっちも37センチ。ほぼ一緒だね。うん。ほんで、胸周り。胸周りはですね、今、力を入れない状態で、ビーチくんところで、116センチ。で、気になるお腹周りだ。お腹周りは おへそのところで測ってみよう。下。106センチ。っていうことは、ズボンズボンズボンっていう、なんか筒みたいな体してるっていうことが分かったね。はい。では、腕立て伏せ実験行ってみようかね。はい。あ、その前に、飲んどくべきものが、もう、さっきね、端倉とことんっていうところに寄ってきたの。うん。で、そこのところで、アワライズっていうエナジードリンクを買ったんですよ。説明書きを読むとね、アワライズは興奮と熱気のため、熱気の渦に包まれる阿波踊りで、最高のパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたエナジードリンクです。L アルギニン、ビタミン B2、B6、B12、カフェイン配合。うん、だってさ。で、販売業者が、徳島県の業者で、製造業者は、広島県の会社みたい、これ。で、これ飲んで、じゃあやってみようっていうんで、アワライズってのは初めて飲むんだけどね。あ、阿波踊りのために開発するなよっていう。夏場しか売れないじゃん、ほしたら。どんな味なんだろう。柚子味とか書いてあるんだよ。なんで徳島県の、なんていうの、阿波踊りのドリンクなのに、すだち味じゃないんだろう。柚子味です。はい。なんか、ゆずのチューハイとか飲んでるのと同じような感じ。で、これが、何ミリリッター入ってんだ？書いてないか。いや、250ミリリッター入ってて、150円なんだって。うん。さあ、元気出るのかな、これで。さ、まあ、行ってみようかね。腕立て伏せ実験。っていうことです。はい。はい。今日は天気が良くてですね、最高気温が28度だって。で、空見るとですね、ドピーカンなわけですよ。はい。こんな感じ。めちゃめちゃ天気がいい。はい。で、腕立て伏せ実験が最終回の今日。どこからお送りしてるかって言ったら、やっぱり最終回、何回も放送してるブブル公演から、はい、皆さんに最後も、お送りしようかなと思います。さあ、今日が最終回ですわ。腕立て伏せる実験がね、放送は続けるから、勘違いしないでよ。はい。
この実験がその2月の中旬から2月21日だったかなから始めて、ジュングリに100回やりましょうとかって、まあ、5月の末までやりましょうとかっていう企画だったんで、それがひとまず終わるっていうことなんで、はい、番組自体は終わりませんので、はい、気をつけてください。今のはちょっと勘違い誘うような言葉だったね。うん、ほんで、先ほどあの泡ドリンクを飲んでですね、そのエナジードリンクで活性化されてるのかどうかっていうのは分かんないけども、うん、まあやってみましょうっていうやつです。はい、今日がラスビーです。いくよ。最終日も、はあ、100回の腕立て伏せをすることができました。これも全てはエナジードリンクのおかげかなと思うかな。ということで、2月から続いた腕立て伏せ実験はひとまず終了と。で、体型はって言ったらほぼ変わらずだったんだね。はい、体重がちょっと落ちたのかな。そんぐらいでございます。なので、皆さんこれからもですね、通常営業の、放送に戻りますので、よろしくお願いします。改めまして、ではまた次の動画でお会いしましょう。シャバドビアバ、シャバドビアダバダバダック。